宮城県北東、太平洋沿岸に位置し、水産業、観光を中心に発展してきた気仙沼。美しい自然に囲まれたこの場所は、5年前の震災で壊滅的な被害を受けました。気仙沼市民1214名の尊い命が失われ、現在も220名が行方不明となっています。この気仙沼で震災を経験した後藤恵美子さんは、5年間をこう振り返ります。そうですね、長かったようでもあり、短かったようでもあり、まあ、周りの人たちがいっぱい適応障害になったり、うちの主人もやっぱりこう全財産を失ったものですから、俺の人生は何だったんだろうとか、何のために今働いてるんだろうとか、なんかいろんなこう、疑問文が出てきたんですけども、その度にもう神様はみんなご存知だから、お父さん大丈夫だよって、なんか私としてはこう言えました。津波で大部分が流された沿岸部、大火災となった獅子折地区では現在工場や災害公営住宅の建設が進んでいます。地域の復興について気仙沼市で勃会する峯岸博史氏は次のように述べます。まあ、インフラ関係についてはね、確かに行政関係、国が入ったりして確実にインフラは整備されていますね。これは間違いないですね。ただその人間のね、人々の災害になった人々の心の状態ということについてはね、まだまだ分かってないし、まだいろんな人たちと話してもやはり、心の傷がね、たくさんあるような現状があるんだというふうにね、それは理解してますね。地震、津波、火災により家も職場も家族さえ失い、数年のうちに住環境のみならず人と人の関係も大きく変化しました。災害公営住宅の完成に伴い仮設住宅は閉鎖され、震災後形成されたコミュニティが解体となります。人々の生活は新たな段階へ進もうとしていますが、課題が多くあり、さらに厳しい現実に直面しているのです。昨年新しい街道を建設した気仙沼第一聖書バプテスト教会、震災当時地震による津波で全てが流されました。世界中のクリスチャン、また何より御言葉に支えられ、一年一年やってきたといいます。決して楽ではない苦しみの最中でも、変わることのない主を賛美し励まし合っています。やっぱり神様は何でもおできになる方だから、なんだか今は本当に理不尽で意味がわからなくても、きっといつかそういう意味がわかる時が来るんだろうなっていうふうに思いましたね。東日本大震災から5年後の今、教会に与えられた使命は何でしょうか。仮設から移ったけど、やっぱりなんか隣近所が急にね、なんか関係性がなくなってしまったってな人も聞いてます。ですから私たちはそういった人たちに対してね、本当にこう関わりを良くして、あるいは絆を本当に何かの形で絆を結んでね、そして福音を、できるだけ希望の福音を届けていきたいというのが今の私の願いなんですね。人々の営みが新たな段階へ入るこの時、地域の方々との継続した関わりが求められています。